ラスト週はいどうということで、夏も迎えて今日は祭りにやってきました。何やの、この祭りを今日やってみたいので遊びに行こうかなと思ってるんですけど、ちょっとラストパーク2020に遊びに行ってみたいと思います。よろしくお願いします。行きますよ。あ、すいません、ヨッピーさん。はい、ちょっとお話が。こちらを携帯、あ、コメントでもできないやつ。そうです。せっかく内容は面白いのにサムネとタイトルから内容がわからんから全く見られない動画の典型例みたいになってる。あ、コメントいただいてるんですか。そうなんですね。あ、だからサムネとタイトルがわからんから内容がわからないみたいな。もうこれ変えましょう、すぐに。早くない？いや、俺思ってたんですずっと。だこういうなんかあのコメントに書いてもらってるコメントとか結構達成したいんで、だからサムネがちょっとまあ固まっちゃってるというか、僕もずっと思ってたんです。それはすぐ変えてください。行きます。あ、もうすぐ変えてください。あ、俺が変える。はい、今すぐでき、え、やっといてすぐ変える。受付の女の子です。いくらですか？600円です。顔パスです。一応こういうあのちゃんとコロナのやつとかもちゃんとやってるんで、書いていきます。こんにちは。わっぴ、あ、分身じゃん。わっぴいますよ。全然しゃべる。ラッピー。ちょっと叩くな、叩くな。こんな感じで、こんな感じでやってます。いい感じに。なんかこう室内の祭りっていい感じですよね。電気電気電気っつって何してるんですか。これはこれはですね、スピーカーの制作だったり、ネオン管、ネオン管を作るの結構早速、自分らで作ってってことだよね。そういうことです。だから普通のお客さんとかもこれ作ってって言ってもらったら作ってもらえる。発注しましょう。僕も作ってもらいたい。各バンドも、セールとか物販を出してるみたいなんで、ちょっと見に行ってみたいと思います。まずはホルス、ワトさんが、あとトラストレコーズが一緒にやってる、フォーアワーライブハウスのラットパークバージョンでこういろんな T シャツとかもコラボでやってるんで、僕がやってるグッドメイクオーバーも出してるんで、よかったらこれネットとかでも買えるんでチェックしてみてください。各バンドがこうずらーっと T シャツを立てて物販やってます。で今回セールとかやってたんで、またラットパーク、開催される時にはまたセールもやると思うんでチェックしてみてください。長尾さんです。僕でーす。ナイトレコース。ナイトレコース。こんにちは。姉妹でのトナイトレコース長尾さんです。こういうのに、あ、こっちも前行った FIP の、商品も置いてます。エースがもうエースが長蛇の列並んでます。なんか買いました？ステッカー買いました？買ってくれました。ありがとうございます。可愛いステッカー買ってください。で、エヴァームーンか。ムーンドロップ。あ、ムーンドロップ。ムーンドロップ買いますの。ってことで、ムーンドロップのライブ映像ドン。おはようございます。久しぶりですね。ムーンドロップ始めます。OK。
せば忘れるだろう。叶えたいことの快感は二人でずっとってちゃんと思ってたんだよ。君の歌を歌ってるんだよ。バカみたいだろ。僕の歌になってるんだよ。夢みたいだろ。福引きがあったみたいで、各物販とかね、で500円使ってもらう限り、もし700円使ってもらうたびに1枚チケットもらって、それで福引きができるみたいな。一等まだ出てないですよ、これ。まだ出てないですけど、一等は何かって言ったら、マットクリエーションの所属の女子たちの写真集、あんま見せれないんですけども、1枚だけじゃ特別に見せたいと思います。こう、あらー誰もいらないです、これ。ダープのマスターのキムです。キムさん、ほんなら昨日いっぱい飲んだおすすめのキムレモンいただいていいですか？はい、ちゃんとシェイクしてもらえるみたいな。カムとのコラボのドリンクがあったりだとか、ダープのコラボがあったりだとか、こういう祭り感を出せるっていうのはいいですよね。はい、ポップライバー、ポップライバー、ポップライバー、飛び込んで。あらはい、それいただきます。じゃあキムレモンいただきたいと思います。めちゃめちゃうまい。めちゃめちゃうまい。ダープ行ったら飲めるみたいなんで、みんな女子大のダープにも足を運んでみてください。結構今回のラップマークでメインであるイベントになった、育ったイベントやな、これ。そうですね。社員のさっき の, あの写真集もそうですけど、社員の女の子のチェキ会をやってみました。そしたら意外とね、意外と女子で、まあ、過去女の子ね、社員の女の子なんですけど、この子めっちゃ人気や。大人気。この子とチェキ取りましょう。チェキ取りますか。この子とチェキ取りたいと思います。この子どこですか。放送します。はい。はい、清水さん、チェキ1枚入りました。そういうシステム。あ、一番人気のお名前は。あ、よろしくお願いします。はい、やった。チェキ、ちょっと、じゃあ僕が、はい、お願いします。あ、お願いします。え、どんなポーズしたいですか。これで、あ、じゃあお願いします。はい、はい、じゃあ行きます。はい、3、2、1。はい。なんかメッセージとか書いてる。あ、書きます。嬉しい。嬉しい。で、その今回こうやってね、はい、まあ、6人の中で結構人気ですけども、はい、なんかあります。そう、私がこう人気な理由みたいな。あ、私が人気な理由。私が人気な理由みたいな。横のこの人とは違うよっていう。なんか やっぱり神対応ってところが一番。はい、あと、何でもします精神が大事ですね。なるほど、はい、他の人にはそれが欠如してたと。私は何でもするぞと。いや、私は何でもします。優位ってことは何でもします。それ一番重要。はい、はい、これに着きました。改めてファムのお名前は。あ、タワです。あ、タワです。よろしくお願いします。はい、M です。 M ちゃん、はい、今回イベントどうでした？なんかでもほんまいろんな社員おるけど、一番この2人が声出して笑顔を頑張ってくれてたから、アイドルが花を添えてくれてるのはすっごい嬉しいことだと思います。プレゼントかな。今からすった T シャツにサイン書いてプレゼントしよう。じゃあ、タムの2人にボディの色を選んでもらいたいと思います。はい、こうやっていろんなボディの色があって、それにファムの2人がプリントしてくれるみたいなんで、はい、色選んでください。はい、じゃあ私パープルで。パープル、はい。じゃあ私はセーフティーグリーンで。セーフティーグリーン、はい。じゃあこの2つお願いします。お願いします。パープルとセーフティーグリーンです。で、この2人が吸ってくれて、そ
それをプレゼントするっていう、めちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。喜んでもらえますかね。したことないっしょ。ないです、初めてです。初めちゃくちゃむずいな。ミスったわプレッシャープレッシャー、すごい。すごい、手慣れてる。やってた経験済みです、はい、ありがとうございます。経験済みです。できた、経験済みです。わ、すげえ、めっちゃいい。イエーイ、超いい。できた、上手。お上手、めっちゃ上手。経験済み、ほら、私に実家プリントや。めっちゃいいやん。めっちゃ綺麗ですね。いいんですか、サインいただけるんですか。もちろん。じゃあ改めてタムのお二人でした。ありがとうございま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 した。ファンでした。ラットチューブ。はい、ということで今日紹介したのはラットパーク2020の模様でした。で、先ほどの、あのファムの、T シャツのプレゼントなんですけども、この後、SNS で、応募の方法を、発表したいと思うんで、皆さんそちらもチェックお願いします。それぐらいかな、今週はこの辺で。はい、じゃあヨッピーでは、今度は大阪で会いましょう。何ですか、来週ね。マジやるんですかね。ちょ、もうええって、もうええって。